どうもこんにちは、瀬戸康史のフォートナイト実況へようこそ。前回からちょっとずいぶん時間が空いてしまったんですけれども、なんかね、一応やってたんだけど、実況やろうと思って撮ったりもしたんだけど、なんかすぐやられちゃってさ、なんかあの潜んでとか普通にダッシュしてさ、あんまりなんか隠れる意味ないですよって言われて、隠れずにさ降りてさ、ダッシュしてダダダって集めに行ったりとかするんだけど、なんかすぐやられちゃうんだよね。でなんか実況としてもなんかあんま面白くねえなっていう、最初みたいにさうわーみたいな驚きとかもあんまなくなってきて、普通によし行くぞって言ったらバーンって打たれていきなり、うわーまあなんだよみたいな、だうわーっていうよりは、なんだよまた死んじゃったよみたいな、なんか全然なんかもできねえよみたいな感じになっちゃって、なんか楽しさがなくなってきた。なんかみんな上手すぎてさ、なんかこれプレステでやった方がいいのかな、なんか上手いんだよね、なんか全然倒せないしさ。で前の1キルしたのもさ、あれもなんかほとんど何、あの人多分コントローラー壊れてますよみたいな、ブーブーブーうわあいつロケットランチャー撃ってきやがった、おっしゃーおっしゃー、あーロケットランチャーとかいろいろ武器持ってるのに、ただ俺のところにダッシュで向かってくる人、あれなんか壊れてますよ多分みたいな、だから実質キルできてないみたいなさ、なんか上手すぎてさ、みんなもうどうすりゃいいんだよみたいな感じになってたんだけど、今日もちょっとやってて、これね、こうスクワットに最初俺さ、エグリーみたいなさ、なんか一人で勝手に単独行動してたけど、おっ、come here, Agree. Agree. あー、なんで、うわ、come me, 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 これでさ、強い人についていけばちょっと面白いってことに気づいたのよ。でさっきちょっとやったんだけど、これでね、今日やってみようかなと思って。だ俺一人だとさ、ちょっと責任が大きすぎるというか、なんか孤独だし、で普通にザッ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 と歩いてたらいきなりバーンって撃たれて死ぬしっていうのがなんかつまんなくてさ、だからもうチームで行こうっていう、まあもちろんチャットはしませんよ、チャットはしないけど、これで行くことにします。瀬戸康史の動画、はい、始まりました。はい、左上にですね、4人ね、もうグローバルですね、グローバル、ハングル文字の人もいれば普通のなんかね、アルファベットの人もいる。でさ、これさ、もうだからみんな名前がさ出るから、みんなどのタイミングで売れるのかこう見なきゃいけない。あ、いたいたいた、じゃあ俺行くか。じゃあこのアステリックスよ、アステ、え、あれちょっと待って、というかチャット入れてる、今なんか聞こえたな、あーって、もちろん俺マイク入ってないからね。アステリックス 4K についていくよ、ほら来てる来てる、君たちどこに行くんだ。だからこうやってね、ついていけるのが面白いなと思って、ほらほら3人いるでしょ、よし行くぞっつって、あの町に行きたいのね、よし。でこれついていくだけっていうのがちょっとおもろいなと思って、でさ、戦い方とかも分かるじゃん、みんな大体どこに降りるのかとか分かるから、ちょっと味方ついていこうと思って。あ、誰かマイク入れてる人いるな、これ、ちょっと俺ここ行くわ。あの人って自分の味方を襲ってこないから、あ、ほらほら、あ、取られちゃった、やべ、なんか狙われてるよ、ほらほら、こうやって協力していけるから、さあ行こう、行かないこれ、やべ、なんか狙われてる、味方だ、味方、よし、とりあえず武器だけ、よしよし、とりあえず俺武器持ってるよ、武器手に入れた、うん、どうどう、とりあえずこれ集めようとしてるのか、狙われてる狙われてる、なんか撃ってるぞ、はい逃げろ、アステリックスに出てこい、アステリックスに、こっちだこっちだ、あ、いるいる、中にいる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 ぞ中にいるぞ、うわ、いるいる中に、うわ、そうさ、あ、ちょ、助けて助けて、アステリックス、アイボリーアイボリーアステリックス、アイボリーアステリックス、ちょっとアイボリー、
すまぬ。なんかスクワットだとああいう感じになるんだね。自分がダメージ受けるとこう動けなくなって、だから味方が助けに行けるなんかこう機会があるっていう。これ超面白いなと思って、もうすぐ死んじゃったけど、もう一回いきます。よし行くぜ。次も4人いますね。スーパーセナ N とアンダークリエイト、ブラックトロ。あ、誰か喋ってるぞ。はい、ブラックトロ、ブラックトロ、どこ行く？これなんか大体どこ行くみたいな、この探り合いがいいよね。だからここにしたんだね。でもここすぐだからみんな来るぞこれ。大丈夫？ブラックトロ、ブラックトロ大丈夫？ここめっちゃ人来てるよ。ブラックトロ、他のみんなは来てる？みんな来てないんだけど。あ、いるいるいる、やばいな。あっち行こう。ギリギリでこう、ギリギリで行き先を変えるっていう。いけいけ、逃げるね。どこ？宝の音が聞こえるんだけど。上か。やべ、すいません、手に入ってない。おっしゃ、いった。よし。何これ、何これ。リモート爆弾。ちょ、みんなどこ行った？あ、いるいる。ちょ、みんなどこ行こう。みんなのとこ行こうができるのがいいよね。大丈夫。アンダークリエイトのとこ行こう。あれ、アンダークリエイト結構遠くにいるな。あ、でもこっちだ、こっちだ。アンダークリエイト一人遠く行っちゃってんな。スーパーセナ、スーパーセナこっちだな。あれ、死にそう？大丈夫？いたいた、よしよし。あ、やべやべ、ごめんごめん。どう？みんなどう？スーパーセナ。うわあ！いるし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 、後ろ？後ろか？後ろか？ああ、やべえ、ごめんごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。いけるいける、あんなとこに隠れてやがった。助けて。あ、これ回復しないの？え、ちょっと、なんか俺、死んでない俺。これ、ここいればいいんだ。隠れてれば。助けて。戦ってる。戦ってる、戦ってる、戦ってる。スーパーセナ頑張れ。隠れてればいいんだ。あー！くそリモート爆弾だけ使っとけばよかった。どんなのか分かんなく見たかったから。ラス1、ラス1いきます。瀬戸康史の動画。よっしゃ行くぜ。ダヌーンズ、ダヌーンズと TG パジャックスと、キース ローレンズ。はい、行きましょう。よし、みんなについてくよ。俺初心者だからね、みんなごめんね。こうやって名前が出てくの見る、名前が出てくの。お、みんな貯める、貯めてるよね。もう出てた、出てた。おお、これちゃんと音が鳴るんだ。仲間が出てたらボシュンボシュンって。おお、いいねいいね。このスカイダイビング気分がいいじゃんこれ。なんか孤独じゃないんだよね。お、喋ってる人いるぞ。タパ TG パジャックス喋ってるな。なんか言ってんね。俺でもマイク入ってないからね、大丈夫。エイグリーとか言われないように、エイグリー、オーエイグリーとか言われないようにしないとね、今回は。みんなについていくだけだから。だからね、フォートナイトはね、すぐ死んでいいんだ。それに今気づいた。すぐ死んでいいのよ、だから。
だって活路なんか一人だけなんだから。あ、やべ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 、いけなかった、まずまず死んじゃっていいの。なんかガシャガシャやってるぞ、ガシャガシャやってるぞ。よしよし、ゲッツ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 。あんまり武器は取らないでおいてあげるっていうのもありなのかな、味方のために。よし、スラップジュースゲッツ。いいねいいね、俺結構いいぞ。交代ゲッツ。いいねいいね。上にシューなってんな、これだ、上だな。宝箱、俺一人で破壊しちゃったか。宝箱破壊しちゃったな俺、多分。宝箱の下の床を取っちゃうとやばいってことでしょ。あ、あ、あ、あいつが助けてって言ってない今。あれ、みんな死んだ。おい、ちょっと待って、おい、みんな死んでない。あれ、おいおい、みんな、あれ左上のなんか骸骨のマークになってる人と、あとなんか、あ、まだあるぞ、やっぱあるわ。待て、来て、でもこれでいいんだよねっていうことに今気づいた。俺はなんかさ、死んじゃダメだと思ってたけど、そのフォートナイトやっぱやられるのって嫌じゃん。だからその何、死ぬっていうことはなんか実況失敗みたいなことだと思ってたけど、これでいいんだよ。だって勝つのは一人だけなんだから、みんな全員死んでるんだから、だからいいってことに今ちょっと気づいたわ。でスクワットはやっぱ楽しい、俺ちょっと分かってきたから、あのみんなについてって、とりあえずね。だって今なんか俺最後まで生き残ったから、もうむしろお前ら足引っ張んなよみたいなことでしょお前ら何やってんだよみたいなことじゃん。あんまりなんかこうちょっと卑屈になりすぎたというか、なんかみんな強すぎるわ、無理だわってなってたけど、いやソロの方がむずいわこれね。すぐだってやられてさ、全員が敵だから。でもスクワットはとりあえず味方についていけばしばらくは生き延びれるから、その楽しさね、知ることができて、ちょっとスクワットの方が楽しいんじゃねえかって俺はちょっと気づき始めたという今日この頃でございました。ということで、春休みの皆さん、良い春休み過ごしてください。そして卒業してしてる人とか、あとこれからね4月から新しい生活始まる方とか、頑張ろうね。お花見も昨日ちょっと夜桜見たよ。はい、それではじゃあの